イラホホイラホホイラホホイホ。皆さんは原宿に新しくブルームのショップできたの知ってますか？知ってますよね。そうなんですよ、できたんで行ってきました。それでは紹介していきましょう。ブルームじゃないの、何でここに置いてんだろ、この子。これ桃とかね、こことここはブルームなわけですよ。で、前のガレージショップ、本来これ普通の値段結構高いんですけど、これ今回500円になりますよって言われたり、あとはなんかいっぱい買ったら無料でこういうチョコバナナとかももらえたりしたんですけども、やっぱり原宿に移転してから何ももらえなかった。ね、まあ紹介していきます。今回紹介するのはこちら、ででん。これ結構前からあるんだけど、でかいパンです。私このさ、マシュマロスクイーズ作ってから、なんかもうでかいスクイーズ、誰だこれの動画見てない人は絶対見た方がいいと思います。スクイーズファンは見なきゃダメだよ、この動画。はい、こちらね、紹介してます。それではカメラチェンジする、しようか、カメラチェンジ。はい、こんな感じになってます。音がいいね、これね、またね。でもでかいな、やっぱり3000円ぐらいだった。これは390円だから、390円で、これはすごいよ。はい、あ、やばい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 パンダ。パッケージはもういいっしょ、もう触ってほしいしかないでしょ、多分今。やばくない、パンだよ、パン。やばい、ここの部分めっちゃパン、黒糖パン、黒糖。やばい、めっちゃやばい、超低反発。持ってこないじゃないかし、出てくるじゃん、これ。あ、ここの部分超パン。ちょっと置いとこう。袋これ取っとかないとね、超低反発。やばい、戻ってこないじゃん、これ。もうやばいやばい、脳みそみたい。すごいね、触り心地がね、サラッサラ、本当にパンで。匂う、あ、おいにゅうはバイヤーでございます。はい、今の新作もめっちゃ欲しいとか思ってるけど、やっぱりね、昔の方がレアっぽい感じあるから好きかな。桃めっちゃいい匂いします、これ。スクイーズの匂いって思えないぐらいめっちゃいい匂いします。なんでこれの紹介してんだろう、こっちだよね。ブルームのね、いいところはね、パッケージとかがちゃんとしてるところかな。パン感がすごいじゃん、もうこれ。イエスパンみたいになるでしょ。私何が言いたいのか分かんないけど、イエスパンとなるよ。やっぱりね、すごい。もっちもっち。やっぱすごい。この上の部分のパンがすごい。3種類ぐらいあるんですけど、やっぱりこれは最後がいいですね。で、これ戻してきます、ちゃんと。もう、上のショップ置けなくなってきたな、ブルームも。ちょっといっぱいで。逆再生やっとこう。それではね、ノエノンのいつもの怪奇現象なんですけど、スクイーズがね、いきなり動き出すっていう。どうぞー。